はい、今週のアンズとクラゲ。クラゲ何やってんだ。クラゲ何やってんだお前は。お前何してんだ。はい、隅っこのとこで遊んでるね。おもちゃね。あ、逃げた。はい、アンズとクラゲはソファーの下を使って、パパやママや娘たちから逃げるのが得意ですね。楽しそうだね、クラゲ。まあ、だいぶお家にも慣れてきたんですけど、やっぱり近づくとね、特にアンズは逃げちゃうんですよね。アンズさん、そこ落ち着く？君、そこも安全地帯だよね。はい、クラちゃん。クラちゃん、それ独り占めだな。楽しい？よし、じゃあ、パパが、ブンブン振ってあげようか。ああ、楽しそうだな。え、ちょい。ああ、来た。はい。クラゲ、どうした？カメラが怖いか？カメラが嫌か？おいでー。クラゲー、おいでー。は、狙ってる？にゃにゃにゃ。かわいいな、クラゲ。あ、アンズが来るか。アンズどうした？こう来たいだろ。クラ、何してる？クラ、えい、クラちゃん、おいでー。あ、クラ来た。クラス、アンジュ、クラバカだな。クラどうした？お前すげえな。お前元気だな、いつも。はい、こうやってクラゲの方がね、いつも率先して突っ込んできて、アンズは様子見ながらね、狙ってんですよね。ああ、クラおいで。アンジュ。にゃ、アンジュおいで。クラ、お前、ちょっとアンズ来て。アンズちゃん。アンズちゃん、ここにあるよ。クラじゃないよ、クラ。はい、まあこんな感じで、だいたい最近は、あの、猫ちゃんの相手をちょっと午前中やって、まあ、その後動画撮って、まあちょっと出かける時があったら出かけてっていう感じですね。で、今はお昼に、あの、必ずご飯あげなきゃいけないんで、うち自動でご飯をあげられる機会がないので、はい、1時ぐらいにお昼ご飯を与えてます。まあまだ子猫ちゃんなんでね、大人になったらなんかお昼の方はね、抜いてもいいみたいなんですけど。まあでもだいぶ慣れたよね、人のそばにね、いても。そんなね、こうバババババーって逃げるような感じじゃなくなってきたからね。ちょっとピント合わないな、アンズに。アンズ、こっち見てくれ。はい、でよくこうやって2匹でね、じゃれ合ってるのだか喧嘩してるのか、もうこれじゃれてますよね。じゃれ合って遊んでますね。お腹減ってる時はね、さらに激しくなるんですよね。うん、まあだいたい怪我しなきゃいいかなっていう感じなんですかね。追っかけた。ちょっとお前やめてよ、そこら辺ガチャやるのやめてよ。お、クラゲどうする？後ろから狙うか、こっち行くか。こう狙っていくんだろ、どうせ。アンジュ、狙われてるぞ。あれ、来なかったな。クラちゃん来る？あ、来たね。これ近づいてきて、とっくみやん。アンズはなんか狙うときに片足が必ずこう前にね、ちょっと上がるんだよね。あ、行った。はい、大変だな、君たちもな。パパさんを警戒しながらな、遊んでるからね。まだね、4ヶ月目に入るのかな、そろそろ。12月18日誕生日になってるんですよ、この2匹は。だいたいね、そのぐらいに生まれたっていう話なんですけど、まあ、譲ってくれたオーナーさんが、その12月20日前後で好きな日を誕生日にしていいよって言われたんで、2匹とも12月18日誕生日ですね。ちょっとやめて、甘ビニールのとこガチャガチャやんないで。その辺ちょっとガチャガチャあんまやんないで。はい、行って。はい、行って。はい、ということで、我が家に来て3週間を迎えた、アンズとクラゲの映像だったんですけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとね、先ほどまでお見せした映像は、平日に、ちょっと撮っといた動画なんですけど、あの、このね、今喋ってるのは、あの、まさにこの動画を公開する日曜日。さっきはね、ちょっとね、お隣の町、佐野市の山でヒルクライムがあって、そこの撮影に早朝、朝ね、4時半起きで行ってきたんですけど、疲れちゃったね。なんで、ちょっとこのぐらいにさしといていただいて、まあ、猫ちゃん動画に関してはこのように、毎週日曜日にちょっとね、様子を、あの、公開しますので、アンズとクラゲのことが気になるっていう方がいましたら、また動画を緩く見ながら応援していただければと思います。はい、実はね、その撮影終わって今日帰ってきてみたら、猫ちゃんアイテムが増えてたんですけど、その紹介は、次週に回したいと思います。ちょっともう今日動画撮る元気がないです。はい、今後ともアンズとクラゲの動画よろしくお願いいたします。猫ちゃん好きな方、こういったガジェット、カメラなどのお話が好きな方はぜひチャンネル登録して高評価いただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。
今日はこの OM-1 満タンにバッテリーして撮影行ってきたんですけど、結局ね、最終的にはバッテリーなくなりました。空になっちゃいました。ギリギリでしたね。もうちょっとバッテリーあった方がいいかもしれないな。こうレースとかね、なんかその結構枚数撮る撮影の場合はバッテリー1個じゃ足んなかったっすね。まあ、撮り方によるんだけどね。